皆さんこんにちは、ミトガラチャンネルのミトです。はい、ということでね、今回は第4弾アップデートの前半で追加されたティガレックス希少種の、まあ私なりの最強遺伝子構成について皆さんに教えていきたいと思います。でまあね、早速ティガレックス希少種の基本パラメータをとりあえずね、ざっくり見ていきたいと思う。まあ今画面に映ってるこんな感じだね。でティガレックス希少種、まあ無属性のオトモンで弱点属性が水属性と。でこいつと比較よくされるのがこれだね、オーマディアブロス。オーマディアブロスとの違いっていうのは、この属性パラメータは全部一緒だね。で基本パラメータの方が少し、オーマディアブロスの方がほんのちょっと優秀と、まあ、回復力と素早さは一緒なんだけど、会心と最大 HP がね、まあ、オーマーの方が若干いいっていう感じですね。まあ、で、こいつらの違いっていうのは3すくみ。基本の3すくみは、まあ、ティガレックス希少種はパワー。で、オーマー、ディアブロスは3すくみの、基本の3すくみがスピードと。これがこいつら2人の違いになります。で、無属性なんだけど、やっぱりね、ステータス的に言うと、ネルギガンテがやっぱ一番優秀かなと思いますね。で、だからまあ、このオーマー、ディアブロスとティガ希少種、まあどっちをどう運用していくかっていう話になると思うんだけど、今回ね、私が紹介するのはその無属性、全部の技を無属性にしてみたいな、無属性コンボではい最強っていうよりは、やっぱねティガレックス希少種の特徴を生かしてかつ強い、そんな風な遺伝子構成にしました。だからぶっちゃけ今から私が紹介するのは、じゃあ実質ね、じゃあもう理論値的に最強かって言われるとそうじゃない可能性があります。ただやっぱね、ティガ希少種の個性を生かしたね、そんな面白い遺伝子構成ができたので、ぜひねこれを皆さんに参考にしてほしいです。早速見ていこうか。はい、早速ね遺伝子構成の方の紹介をしていきたいと思います。ドンと、はい、こんな感じだね。じゃあまずは、左上から紹介していこうか。これ粉塵って技だね。粉塵遺伝子大、これはティガレックス希少種今回ねオリジナルの遺伝子です。でまあ全体に属性大ダメージで高確率で爆破やられ状態にすると、まあ非常に面白いですね。だからこれは私ねぜひ採用したいと思って入れました。でこいつと対になるのがこれだね、イグニッションキック。これもティガ希少種のオリジナルの遺伝子です。内容については、単体に属性大ダメージで爆破やられ状態を即起爆すると。だから言ってしまえば、このね粉塵で爆破やられ状態にして、このイグニションキックで即起爆&単体に非属性大ダメージと、まあそういう風な流れになります。もちろんここを無属性にして、まあ無属性のオトモンだからね最強っていう風に作ってもいいんだけど、やっぱねティガ希少種の生まれ持った個性というか、それを最大限に生かしたいと思ったので、私はね採用しました。はい、で次は一番真ん中の左だね、スマッシュ遺伝子特大ベノムストライク。単体に無属性大ダメージで中確率で3ターン毒状態にすると。まあなんでね、この技を採用したかについてはまた言います。で、まあ、無属性の攻撃の中でパワー攻撃でいいのないかなって探した時に、私はね、これを採用しました。はい。で、その下がね、筋力遺伝子特大、無属性攻撃強化特だね。まあこれは言うことないね。はい。で、一番上の真ん中だね。これは大打ち強化特を私は入れました。もちろんここ状態不要遺伝子特大にしてもいいんだけど、これね、状態上の相手への余ダメージがすごくアップすると。だからさっき言った粉塵で爆破やられ状態にする。それ、爆破やられ状態になったら、この追い打ち強化特も効いてくると。で、さっき紹介したスマッシュ遺伝子特大、ベノムストライクで毒状態にして、また追い打ち強化特の恩恵を得るもよしと。要するに、相手を爆破やられにする、または毒やられにするっていうね。その2つをベースに私は考えました。いや結構ね、使えると思うね。はい、で一番右上はこれクイーンベノムだね。だから今回ね無属性の技全部ね相手を毒状態にする技を入れてます。で単体に無属性大ダメージで高確率で3ターン激毒状態にすると。はい、でまあこの技も二つなリオレウスの技だね。シドキ姫だね。シドキ姫の技です、クイーンベノムね。これも非常に強力なスピードのノーマルタイプの枠で入れてます。でその下がベノムスパイク、これはリオレイヤだったかな、違うな、リオレウスの技だね。単体に無属性中ダメージで中確率で3ターン、またこれも毒状態にすると。まあこれもね、まあ基本消費の遺伝子、絆消費遺伝子が少ないから、これも結構使えるね。
で、最後に紹介するのがこれ。真ん中の、一番下の真ん中。魂の絆解くと。絆ゲージ上昇量がものすごくアップすると。で、まあね、若干、なんだろうな、絆消費量。これ44でしょ？で、まあこれも31か。ってなると若干多いし、まあね、その、絆座をより決めやすくなるし、まあダブルアクションをした時とかによりね、絆ゲージが溜まりやすくなるから、今回は魂の絆特を、まあ、パッシブ、ノーマルタイプ、無属性のパッシブとして私は採用しました。うん、今ね、結構早口で紹介したんだけど、今回私が作成したのはこんな感じだね。どう思いますか、皆さん。結構良くないですか？やっぱこいつの個性の爆破、やっぱティガ起床しって言ったらやっぱ爆破みたいなとこあるから、それを活かしつつ、かつ、やっぱ無属性だからっていう理由で無属性も入れたね。で、追い打ち強化解くと相まって非常に優秀なオリジナリティ溢れるティガレックス希少種になってるんじゃないかなと思います。まあ、ここもう少しこうした方がいいですよとか、もしね、意見あったらコメント欄でよろしくお願いいたします。まあ、結構雑な紹介になっちゃったんだけど、まあね、この技どうやって手に入れるんですかとかあったらね、ぜひね、それもコメント欄でよろしくお願いいたします。はい。で、なんとかね、レベル70まで育てたから、こいつが戦ってるところをちょっとね、この後流したいと思います。あ、でね、言うの忘れてたんだけど、ビンゴリストは今回こんな感じです。無属性ビンゴ ×3 の 125%。で、非属性ビンゴ ×1 の 110%。で、パワービンゴとスピードビンゴの110、110だね。テクニックの技は今回は入れていません。だから、3すくみ対応型っていうよりは、まあ、パワー、スピード特化の相手を状態異常に陥らせてっていう感じだね。まあ、対人戦でも結構使えるんじゃないかなって思います。なかなかいい感じにできたんじゃないかなって思います。皆さんもぜひね、参考にしてみてください。はい、ということで、まあ、試すモンスターは、竜の寄り地裏の第一層のライゼクスにしました。まあ、あんまり弱いモンスターでね、ほら見ろ、超ダメージ出ただろう、みたいな。まあ、それしてもあんま参考にならないかなって思ったので、今回はこれで戦いたいと思います。ちなみに私のティカレックス希少種は今レベル70だね。よし、やっていこうか。で、ちょっとね、こいつのオリジナル技、一回やってみようか、粉塵。お、いいね、爆破やられ状態にしたよ、これで。で、こうなったら、即起爆させようか。で、追い打ち強化とかも相まって、しかも毒状態で爆破やられ状態で相手。もうこれこっちのものって感じだね、本当に。イグニションキックやってみようか。541、お、え、爆破1437、そんな効くの？え、皆さん、え、結構いいんじゃない、この構成。いや、もちろんね、もちろん、その、なんて言うんだろう、無属性で固めてってのは全然いいんだけど、え、これいいじゃん。さあ、皆さん、最後はティガ希少種の絆技で締めようか。ティガインパクト。言ってくれ、初めて見れた。1倍にしよう、1倍に。あ、3倍速しちゃった。